それでは本日のセミナーを始めたいと思いますクラリスファイルメーカークラウドを使ってみようということで本日はクラウドとは何かといった基本の見直しをしながらクラリスファイルメーカークラウドサービスについてご紹介させていただきます私クラリス法人営業本部の古谷がお話しいたしますどうぞよろしくお願いいたします本日のアジェンダです クラウドとはクラウドに移行するメリットクラリスファイルメーカークラウドについてクラリスファイルメーカークラウドへの移行クラリスファイルメーカークラウド料金体系こちらの順番でお話しさせていただきますそれではまずはじめにクラウドって何というクラウドの基本についてお話ししたいと思います昨今では クラウドという言葉を日頃より耳にするようになりましたが「クラウドって何?」と聞かれて明確に答えられる人は多くないのではないでしょうか。というのもそもそもクラウドの定義はとても曖昧というところが理由の一つにあると思います。ですのでこのセミナーでお伝えする内容も考え方の一つとして捉えていただければと思います。クラウドにについてお話しする前に クラウドサービスがないいいいい時代ににどのようにパソコンをを活用しししてたたたかといったこととっこお話ししたいと思います例えば会社のメンバーとファイルを共有したいといった要望を満たすためにファイルサーバーを導入するためサーバー機器の購入が必要となったり文書管理や表計算ソフトを使いたい場合には代表的なソフトであるマイクロソフトオフィスといったソフトウェアを購入してパソコンにインストールしたり といったようにハードウェアやソフトウェアを購入しなければサービスが使えないことが一般的でしたこれがクラウドサービスが出てくる前の状況ですその後クラウドサービスの出現によってハードウェアを購入したりソフトウェアをインストールしなくても利用できるサービスがたくさん生まれました例えばファイル共有をしたい場合にはボックスや ドロップボックスといったサービスを利用したり表計算ソフトを使いたい場合には Google Apps を利用するといったことが可能になりましたこのようにハードウェアを購入したりソフトウェアをインストールしなくても利用できるサービスこれがクラウドサービスと呼ばれているものになります言い換えますとインターネットを通じて必要なサービスを必要な分だけ利用できる これがクラウドと呼ばれる考え方になると思いますまたクラウドサービスといってもいろいろな種類が存在していることは皆さんご存知かと思いますいろいろな種類のクラウドサービスを総称してクラウドと呼んでいることが多いですが実はサービスの種類に応じて分類されています本日はクラウドサービスを説明する上で必要な 代表的な三種類のサービスについてご紹介したいと思います。一つ目がサーバーやストレージを提供するクラウドサービス （IaaS、IaaS や IaaS などと呼ばれております）インフラストラクチャーアズアサービスの略称となります。IaaS の代表的なサービスには、 Amazon EC2 などのサービスがあります。二つ目が開発環境やプラットフォームを提供するクラウドサービス （PaaS） パースなどと呼ばれております。こちらはプラットフォームアズアサービスの略称となります。パースの代表的なサービスには Google アップエンジンなどがあります。 そして三つ目、ソフトウェアを提供するクラウドサービス。S. A. A. S. サーズなどと呼ばれております。ソフトウェア、アズアサービスの略称となります。サーズの代表的なサービスには、ドロップボックスなどがあります。一般的なクラウドサービスは、こちらの三つのサービスに分類されることがほとんどです。 他にも a e a r t や d e a r t などと呼ばれるサービスもございますが本日はこちらの3つを覚えていただければ幸いですそれではこの3つのサービスそれぞれがどんなものかといった詳細についてお話いたしますソフトウェアサービスを提供するために必要な構成要素はこちらの表の下からネットワーク、ハードウェア、 OS、ミドルウェア、アプリケーションこの五つに区分されますこの構成要素は下の要素と依存関係にあります例えばアプリケーションは下のミドルウェアがないと動作せずミドルウェアは OS がないと動作しないというイメージで覚えてください一つ目のイ a a s はネットワーク、サーバー OS まででをを提供しておりミドルウェアとアととプリケーションを自由に構築すすることが可能です一番自由度が高いですがクラウドサービスを契約後にミドルウェアとアプリケーションを自身で構築する必要があります。続いて p a ス s はネットワークサーバー OS ミドルウェアまでを提供しています。 アプリケーションのみを自身で構築する必要がありますそして SaaS はネットワークからアプリケーションまでの全てを提供しております提供されているサービスをすぐに使い出すことができますが基本的には自由度が小さく提供される機能をそのまま使う必要がございますそれぞれをイメージしやすく不動産の物件に例えると土地を借りることがイヤース 家を借りることがパース部屋を借りることがサーズこのようなイメージになります例えばただ生活できる場所を借りることが目的であれば部屋を借りるのが一番効率的な方法です土地を借りて一から家を建てるというのは手間も時間もかかってしまいます逆にたくさんの野菜を育てたい農園を作りたいといった場合には土地を借りて耕して収穫をする といったことが必要になります。このようにクラウドサービスでは目的を達成するための最適な手段をイヤースパースサーズといった種類から選択することができるようになっております。以上がクラウドとはのお話になります。続いてはクラウドに移行するメリットについてです。クラウドサービスと主に比較されるのが。 社内ネットワークのみでシステムが動いている環境ですこの環境をオンプレミス環境と呼んでいますこのオンプレミス環境からインターネットを介して利用するクラウド環境に移行すると何がいいのかこちらについてお話ししていきたいと思います現在テレワークといった働き方が急増している状況ですのでクラウド環境ならどこからでも仕事ができる といったことが皆さんがすぐに思いつくメリットになるかと思います最近では政府からワーケーションなんて言葉も出てきましたこのどこからでもサービスにアクセスできるといったメリットの他に4つのメリットをご紹介したいと思いますそれがこちらになります初期費用導入期間保守運用災害対策 この4つのつメリットになりますそれぞれの詳細を見ていきたいと思います。まずは初期費用について例えばサーバーを構築する場合にはサーバーを調達して組み立てて設定を行ったりサーバーを設置するネットワークや回線の契約などサーバー機の購入費用に加えてそれを使える状態にするための稼働費が必要になります。 サーバーバ環境を構築するためには数ヶ月の期間が必要になることもありますのでその稼働費もかなりの金額になってしまいます。クラウドサーバーではすでにサーバーは使える状態になっていますので短期間で設定作業を終えることができます。そのため稼働費の削減ができますしそもそもの機器調達が不要になるため初期費用を大きく削減することができます。 続いて導入期間について自社内にサーバー環境を構築するためには必要なサーバースペックの選定から発注構築作業といった一連の業務が必要となり要件によっては半年を超えるプロジェクトとなることもありますそのため運用開始までにはかなりの時間が必要となりますクラウドサーバーの場合は 申し込みからすぐに必要なサービスを開始することも可能です短期間で必要な環境を用意できるといった導入期間についてのメリットがございます続いて保守運用について自社でサーバーを構築した場合当然にはなりますがその後の保守運用も自社の社員が対応する必要があります 監視やセキュリティ対応などの業務に加えて何かあったときに対応ができるように24時間体制で保守をするメンバーが必要になったりするといったこともあり保守運用費用も積み立てるとかなりの金額となってしまいますクラウドサーバーでは保守運用はクラウドサービス業者が代わりに行いますので保守運用に必要な人員を割く必要がなく業務に専念することが可能となります そしててつつ目、災害対策について自然災害などの発生時に事業を継続するためのリスクを回避したりそうならないための災害対策に対応した環境を自社で構築することは時間もコストもかかる作業となります。クラウドサービスの場合災害時にシステムが停止しないようにサーバーがダウンした際には予備のサーバーで稼働を継続するなどの対応を ほとんどの業者が行っております何かあった時のリスクを比較すると自社運用よりも良い対策ができていることが多いです障害の際にもデータが消失することがないようにバックアップの体制も整っているのでデータを守るためにクラウドを活用するということも可能になっています以上が四つのメリットになります 初期費用を抑えてすぐに使い始めることができるのはクラウドサービスの大きなメリットかと思いますそれでは続いて弊社の提供するクラウドサービスクラリスファイルメーカークラウドについてご紹介させていただきたいと思いますクラリスファイルメーカークラウドは現場のニーズを満たすカスタムアプリケーション弊社ではカスタムアップと呼んでおります このカスタムアップをクラウド上でチームメンバーと共有しパワフルなテクノロジーをあらゆる人に提供するサービスとなります正式な製品名はクラリスファイルメーカークラウドですがこのあとは省略してファイルメーカークラウドと呼ばせていただきますこちらは先ほどご紹介いたしましたイヤースパースサーズの表になりますファイルメーカーカクラウドは クラウドサービスの中でも開発環境を提供するミドルウェアまでをサポートしているパースに位置づけられていますファイルメーカークラウドでは現場のニーズにマッチしたカスタムアップこれをクラリスファイルメーカープロを利用して作成することができますこの図でいうとアプリケーションの部分を自由に構築することが可能です もしファイルメーカークラウドを使わずにオンプレミス環境で利用する場合にはサーバー機器を購入してファイルメーカーサーバーをインストールしてそのサーバーを管理するといった運用が必要となってきますがファイルメーカークラウドは購入完了から数分で利用開始することができるようになります。ですので先ほどご紹介したこちらの4つのメリット これはもちろんファイルメーカークラウドを利用するメリットになります。そしてクラウドサービスでデータベースを扱う場合セキュリティの脅威からの保護について考える必要がございますが弊社では次のサポートを行っております。一つ目弊社では専門のエキスパーートチームが クラウドの展開を24時間、週7日体制で監視しております外部から攻撃を受けているなどの場合にも迅速に対応することが可能となっておりますまた、サポート体制も充実しております二つ目、SSL 証明書による通信の暗号化を行うことができます昨今では、企業のホームページなど 通常のウェブサイトでも暗号化通信は欠かせないものとなってきておりますがファイルメーカークラウドではウェブ接続はもちろんファイルメーカークライアントによる通信も暗号化されておりセキュアに利用することができます。そして3つ目ファイルメーカークラウドには AWS のキー管理によるシングルサインオン認証が備わっており デフォルトでプライバシーが保護されるように設計されています具体的には利用者の方にクラリス ID というアカウントを取得いただきそのクラリス ID によってユーザー管理を行います以上がクラリスファイルメーカークラウドのご紹介となります続いては現在ファイルメーカーをご利用中の既存のお客様がファイルメーカークラウドを利用したい場合に どのような作業が必要になるかファイルメーカークラウドへの移行方法についてお話しさせていただきます移行作業は大きく分けて4つの手順となります1つ目カスタムアップを集約する現在利用しているファイルが複数ある場合には全てのファイルを集めます2つ目 ユーザーーザをを招待してグループを作成するファイルメーカークラウドをご契約いただきますとこれらの作業を行うためのコンソール画面にアクセスできるようになります。また既存のファイルメーカーを移行するのではなく新規でファイルメーカークラウドをご契約するといったお客様の場合にはこの手順から始めていただくことでファイルメーカークラウドを利用開始することができます。 続いて3つ目ユーザーおよびグループをカスタムアップに追加するファイルメーカークラウドで利用したいカスタムアップファイルにセキュリティの設定を行う作業となりますそして4つ目カスタムアップをファイルメーカークラウドにアップロードする以上の手順で移行作業が完了となりますそれでは 実際にファイルメーカークラウドを使ってみたいと思いますまずはステップ1カスタムアップを集約するこちらの方法についてご紹介いたします最初にファイルメーカーサーバーで公開しているカスタムアップをダウンロードする方法についてご紹介いたしますこちらの画面がファイルメーカーサーバー19のアドミンコンソール管理者用の画面となります 最初にデーータタベースタブへ移動しまますす現在連絡先というファイルが公開されておりますファイルをダウンロードするには先に閉じる必要がありますのでファイルを閉じる際には利用者がいないことを確認した上で実施してください。それではこの連絡先ファイルを閉じます。 閉じられたことが確認できましたらダウンロードを選択しますこちらの通知欄にですねダウンロードの準備ができますと通知がありますのでこちらからファイルをダウンロードします無事に連絡先ファイルのダウンロードができました以上がファイルメーカーサーバーからのカスタムアップのダウンロード方法になります 続いて旧サービスとなりますファイルメーカークラウド 4AWS こちらを利用しているお客様がカスタムアップをダウンロードする方法についてご紹介いたしますこちらの画面がファイルメーカークラウド 4AWS のアドミンコンソール管理者用の画面ですご覧のように英語の管理画面となっておりますそれでは先ほどと同様に データベースタブへ移動します利用者がいないことを確認してこちらタスクファイルを閉じます閉じられたことが確認できましたらダウンロードを選択します先ほどと同様にですね通知欄にダウンロードの準備ができたことが通知されますのでこちらからダウンロードを実行します 無事にタスクファイルのダウンロードができました以上がファイルメーカークラウド 4AWS からのカスタムアップのダウンロード方法になりますこれらの作業を行うことでステップ1のカスタムアップの集約が完了します続いてステップ2ユーザーを招待してグループを作成する方法について見ていきましょう こちらの画面が今回ご紹介させていただいている新しいファイルメーカークラウドの管理画面クラリスカスタマーコンソールになりますこのコンソール画面から操作を行っていきますまずはユーザーのタブをクリックしますこの画面ではファイルメーカークラウドを利用するユーザーの管理を行うことができますそれでは新しいユーザーを招待したいと思います こちらの新しいユーザーを招待という青いボタンをクリックします電子メールアドレス欄に招待したいユーザーのメールアドレスを入力しますファイルメーカークラウドではこのメールアドレスがクラリス ID として管理されますユーザーの招待時にライセンスユーザーとして追加にチェックを入れると そのユーザーはファイルメーカークラウド上のカスタムアップを利用することができますチームマネージャーとして追加をクリックしますとそのユーザーはチームマネージャーとして今行っているこのユーザーの管理やこれからご紹介するグループの管理を行うことができるようになります送信ボタンをクリックするとユーザーに招待メールが送られます こちらですね今現在保留中という形で表示されました招待を受けたユーザーがチームに参加すると保留中の表示がなくなりますチームマネージャーとして設定したユーザーがどのようなことが行えるかといったところがですねこちらもしチームマネージャーに設定されてないユーザーがクラリスカスタマーコンソールを開きますとこのようにですね ホームのタブとサブスクリプションのタブしか表示されておりませんですのでこのユーザーやグループホストの管理また設定を行うことができないユーザーとなっておりますこのユーザーの管理画面では各ユーザーに対してこちらのメニューからですね、チームマネージャーとして追加をしたりライセンスされているユーザーをライセンスユーザーとして取り除く といった作業が簡単にできるようになっております直感的に操作が行えるメニューとなっておりますので簡単に操作を行うことができるかと思いますそれでは続いてグループを作成して招待したユーザーをグループに追加する設定を行いますグループを作ることでユーザーに与えるアクセス権限の管理を より簡単に行うことができますので合わせてご確認くださいそれではグループのタブへ移動しますグループを作成という青いボタンをクリックしますでは新しいグループの名前セールスというグループを作成しますこちらでセールスという名前のグループが作成されましたでは このグループにユーザーを追加していきますユーザーを追加という青いボタンをクリックしますこちらのウィンドウにですね現在このファイルメーカークラウドのチームに招待されているユーザーが一覧として表示されております保留中のユーザーやライセンスが割り当てられていないユーザーもグループに追加することが可能ですではこの森本さん を追加しますさらにこの波内さんという方も追加しますこのようにユーザーを1人ずつグループに追加してグループの作成が完了となります続いてステップ3ユーザーおよびグループをカスタムアップに追加するファイルメーカークラウドで公開したいカスタムアップファイル そのファイルごとに設定が必要になりますそれではまずはファイルメーカープロを開きますファイルメーカープロを開きましたらクラリス ID でサインインを行います私のメールアドレスとパスワードを入力してログインします そうすると現在このクラリスジャパンセールスというチームでは使用可能なアップがありませんという表示になっております。それではファイルメーカークラウドで公開したいファイルを開きたいと思います。先ほど集約した連絡先ファイルとタスクファイルがこちらになります。ではまずは連絡先ファイルを開きます。 ファイルが開きましたらファイルメメニニュュューー管理セキュリティこちらのメニューを選択します現在ファイルメーカークラウドへ移行前は古谷というユーザーが完全アクセス森本と波内というユーザーが営業部というアクセス権が割り当てられています。 こちらのセキュリティ設定をファイルメーカークラウドでも同様に使えるように設定したいと思います左上認証方法の欄こちらにですね現在サインインしているクラリス ID が所属しているチームの一覧が表示されますクラリスジャパンセールスチームに設定を行いたいと思いますそれでは左下の新規のボタンをクリックします グルーーープまたはユーザー名こちらをクリックいたしますと先ほど作成したセールスのグループや現在チームに所属しているユーザーの一覧が表示されますそれでは古谷というユーザーに完全アクセスを割り当てます続いて先ほどと同様ですね森本と波打ちのアカウントユーザーにですね 営業部のアクセス権を与えたいと思いますがこちら一人ずつですねユーザーを選択することも可能ですが先ほど作成したセールスというグループには森本と波打ちが所属しておりますのでこのセールスグループを選択しますそして営業部というアクセス権を割り当てます今まで使っていたファイルですので アクセス権設定を新しく作る必要はなくクラリス ID に割り当てる作業だけで完了となりますこちらの作業をですねファイルメーカークラウドで公開したいファイルそれぞれに行います今回はタスクファイルは割愛させていただきます以上の作業でファイルメーカークラウドへ公開する準備が整いました それでは最後にステップ4カスタムアップをファイルメーカークラウドにアップロードするこちらを実行したいと思いますファイルメーカープローを開きましてファイルメニューの中共有設定ホストにアップロードを選択しますホストにアップロードのメニューが出てきますとアップロードしたいホスト ファイルメーカークラウドであったりファイルメーカーサーバーの一覧が表示されます今回はこちらクラリスジャパンセールスのファイルメーカークラウドに公開したいと思いますアップロードしたいファイルですねこちら先ほど集約したファイルにセキュリティ設定を行ったものですこちら複数ファイルをですね選んでマウスでドラッグするだけで準備が完了しますそれでは アップロードを実行しますファイルメーカークラウドへアップロードを行うとカスタムアップファイルは自動的に暗号化がされますそのためセキュリティが高くクラウド上で利用することができますこちらですねファイルが正常にアップロードされましたと表示されたら移行作業が完了となります それでは一度ファイルメーカーカを閉じてて開き直してみたいいと思います先ほどまではこのクラリスジャパンセールスチームには「使用可能なアップがありません」という表示が出ておりましたが今アップロードしたタスクファイルと連絡先ファイルが利用できるようになっております。ではこちらから連絡先ファイルを開いてみたいと思います。 ファイルが開きましたこちらすでにファイルメーカークラウド上のファイルを開いている状態となりますインターネットがつながる環境であればどこからでも仕事ができるようになりました以上でデモンストレーションを終了しますいかがでしたでしょうかカスタムアップを集約するユーザーを招待してグループを作成するユーザーおよびグループをカスタムアップに追加する カスタムアップをファイルメーカークラウドにアップロードするこれらたった四つのステップで簡単に移行することができました難しい作業ではありませんのでファイルメーカークラウドへの移行をぜひご検討くださいそれでは最後にクラリスファイルメーカークラウドの料金体系についてご紹介いたしますファイルメーカークラウドではエッセンシャルズプラン スタンダードプランという2つのプランをご用意しておりますここで表示している金額は月々あたりに換算した金額となっていますがすべてのプランは年単位のサブスクリプションとなっており契約お支払いも年単位となりますのでご注意くださいまずは左側のエッセンシャルズプランですがこちら1ユーザーあたり月額換算で1950円でご利用できます 最低購入数は5ユーザーからとなり最大でも10人までのご利用しかできないプランとなりますまた共有可能なカスタムアップファイルの数も3つが上限となります10人以上もしくはファイルが4つ以上ある場合にはスタンダードプランでのご利用が必要となりますスタンダードプランは1ユーザーあたり月額換算で4000円でご利用ができます 最低購入数は5ユーザーからとなり、最大で2,000ユーザーの契約が可能です。共有アップ数は125ファイルが上限となります。そして利用できるクラウドサーバーのスペックですが、エッセンシャルズプランは T2 ミディアムという CPU が2つ、メモリが4ギガバイトのスペック固定となります。スタンダードプランではユーザー数に応じて変動し、 相応のスペックが割り当てられますまたスタンダードプランの場合にはスペックを上げることも可能ですその場合には別途追加費用がかかります続いてストレージクラウドサーバーに保存できるデータの容量になりますエッセンシャルズプランは1ユーザーあたり 2GB スタンダードプランは1ユーザーあたり 6GB の容量となります例えば エッセンシャルズプランの最大人数10ユーザーでご契約いただいた場合にはエッセンシャルズプランでは 20GB の容量が割り当てられスタンダードプランでは同じ10ユーザーでも 60GB の容量が割り当てられますまたスタンダードプランの場合はユーザー数はそのまま容量のみを追加することが可能ですエッセンシャルズプランは追加はできませんそして API 使用量 こちらはファイルメーカーデータ API という主に他のシステムとデータを統合する際に利用する機能となりますこちらの使用量もプランに含まれておりますので別途追加費用を支払うことなくファイルメーカーデータ API を利用することができます1ユーザーあたり月間 2GB の容量となりますそして最後にどちらのプランでも SSL 証明書は標準で付属しておりますので暗号化された通信でセキュアにデータを保護することができます以上の2つのプランがファイルメーカークラウドの料金体系となりますここで注意点ですが今まで販売されていたクラリスファイルメーカーのボリュームライセンスとは異なる料金体系となっておりますボリュームライセンスを現在所有しているお客様でも ファイルメーカークラウドを利用したい場合にはこのエッセンシャルズプランかスタンダードプランでの新規のご契約が必要となりますそして今回既存のお客様向けにですねお得なキャンペーンをご紹介させていただきます期間限定のお得な DX 移行価格としてスタンダードプランの費用が36%オフ1ユーザー当たり 月額換算で2560円となりますこちらの DX 移行価格の適用はファイルメーカーバージョン7以降のボリュームライセンスキーとユーザー ID をお持ちのお客様が新規にファイルメーカークラウドをご契約することが条件となります有効期限は2021年4月25日までとなりますのでお早めにお申し込みください まずはファイルメーカークラウドを試してみたいという方のために15日間の無料評価版をご用意しておりますファイルメーカークラウドのウェブページに無料評価版の利用手続きのためのボタンがございます無料評価版は15日という限られた期間になりますのですでにカスタムアップファイルのご用意があるお客様を対象にご提供させていただいております 評価版の申し込み後、弊社のエンジニアからですね、ご連絡をさせていただき、提供可否の確認をさせていただいた上で、ご提供させていただいております。また、評価版申請時にはクレジットカード情報が必要となりますが、費用はかかりません。評価期間終了後に自動的に正規版に切り替わるといったこともありませんので、ご安心ください。 本日のセミナーは以上となりますクラリスファイルメーカークラウドについてより詳しく知りたいという方がいらっしゃいましたら弊社コーポレートサイトのプロダクトドキュメンテーションセンターに資料が掲載されておりますクラリスファイルメーカークラウド管理者ガイドではさらに詳細な情報を記載しておりますのでぜひご覧ください本日はご視聴ありがとうございました クラウドとは何かファイルメーカークラウドがどのようなものかについて簡単にお話しさせていただきましたこのセミナーをきっかけにファイルメーカークラウドに触れていただけるととても嬉しく思います本日はご参加ありがとうございました